はい、メトロノームと一緒に練習するっていうのも、ここのところ続けてお話ししてるんですけども、さらに負荷をかけて自分でもリズムを出して練習する、その方法について今回はお話しします。はい、 BJ のウクレレ講座です。 BJ は練習の時にメトロノームを使ってますが、この使い方が多いです。メトロノームの数を半分にするんです。例えば、BJ のオリジナル曲、この、ウクレレ講座のオープニングにありました帰るうちというのを、これテンポ152なんですね。その半分っていうと76ですよね。76でメトロノームを出して弾くんです。これですね。エルウチワではないんです。これで、間なってないところありますよね。ここに、自分でカウントするんです。だから1、2、3、4、1、2、3、4、感じで、今分かりました。メトロノームの位置が1拍目と3拍目でなってたんです。で、2拍目と4拍目は自分でリズムを作っていくということで、ないところを自分で、作らないといけない。これがきっちり弾けるようにならないと、しっかりとそのテンポで弾けてるということにはならないですね。これ結構ハードル上がるじゃないですか。ぜひやってみてください。いつもやってる曲は、例えば84だったら、その半分の42で出すんです。こういうゆっくりしたのは逆に難しいですから、この帰るうちぐらいのテンポ、これぐらいだと間取りやすいですからね。42とかなると、チッ、チッ、ちって間が長いじゃないですか。その間のどこで入れていいんやっていうことになりますからね。はい。で、これが第一段階です。で、これができたらもう一歩上、BJ が実際やってるのはこっちなんですけど、テンポと出すのは同じなんですね。で、今度は鳴る位置を2拍目と4拍目で感じるんです。1、2、3、4、1、2、3、4。はい、今の分かりましたでしょうか。1、2、3、4、1、2、3、4、2拍目と4拍目っていうのはポップスで一番最強拍のところなんですね。一番音量が上がるところなんです。1、2、3、4、1、2、3、4って2拍目と4拍目にアクセントを入れると、このポップスがもうより軽快に聞こえるんですけど、ここに、メトロノームを出します。その代わり肝心な1拍目、小節の頭の1拍目は自分で出すというところですね。で、これができるようになれば、ものすごく安定したリズム、メトロノームを外しても自分である程度リズムを刻むことができるんです。ですので、あなたがそういうリズムを刻みたいなと思ったら、今日からメトロノーム合わせて練習するときに、その曲ですよね、120の曲だったら60で出す。で、1拍目3拍目でまず合わせる。で、1拍目3拍目ができるようになったら、2拍目と4拍目にメトロノームを出して、それに合わせて弾くというふうな流れでやってもらうといいと思います。これはまあ1日ではできないと思うんですけど、段階を経てゆっくりゆっくりですね、やってください。で、やり方です。メトロノームを出す、これですね。1、2、3、4、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 1、2、3、4。まずこれが言えてから、それをまず取るんですよね。1、2、3、4、1、2、3、4。っていう風な感じで、ね、取ってから弾き始めると、だいたい最初のうちはうまくいきます。で、だんだんそれが、曲がサビに入ってくるとずれるとか、そういう風にはなると思うんですけど、それをずれないように1曲弾けたらすごい自信にもつながりますから、やってみてくださいね。
で、 できるようになったらこういうのがいけると思います。これ今月の課題曲、湘南ウクレレクラブの6月の課題曲ですね。イントロ部分弾いてみます。はい、2拍目4拍目でなってましたよね。はい、これがですね、38で今弾きました。38で間のテンポ取るの大変じゃないですか。はい、そういうのも自分で感じてるので弾けるということですよ。これは挑戦してみてくださいというところで、 DJ のウクレレ講座でした。また別のお話でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる、寂しい心にどこからか光が差してきた。